はい、どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、来ましたよ、調律がね。調律がすぐに実装になりましたよ、ということで、今回はですね、調律をぶっ込んだ新しいね、シューティングスターロードデッキをね、組んできたんで、ご紹介していこうかなと思っております。調律、どういう効果が、デッキからシンクロン中の1体を手札に加えて、デッキをシャッフルする。その後、自分のデッキの邪魔用のカードを墓地を送ると、強いです。これ、正直ね、なくてもいけるんですよ、実は。墓地でジャンクオンバッター落ちてるんで、そもそもね。なんで、戦士の生還とか使えば、まあ別に、ジャンクシンクロにアクセスする手段って結構あるんですけど、調律じゃなくてもね。なんですけど、今回は、まあ一応調律は一応ね、1枚で、クイックシンクロンとか、ジャンクシンクロンになれますんで、まあそれは強いかなと。あと、運ゲーですけど、調律使って墓地の、墓地にチューニングガムをデッキトップからプッて送るとかもできますんで、一応運ゲーですけどね。なんで、まあ、これもできるということで、まあ、結構強いかなと思って、これ2枚入れました。3枚入れたんですけど、やりすぎでしたね。3枚はなんかね、魔法カードを増やしちゃうと、結局シューティングスターの連打効果が、消えちゃったりとかするんで、まあ、なるべくチューナーを増やしておきたいんですよね、デッキの中に。ただし、まあ、確定サーチはかっこいいから入れたいということで、これ入ってますと。で、今回の、このデッキの、ね、弱点をね、説明しておきたいんですけども、まずですね、モンスターの効果を止めてくるような魔法トラップとかですよね。それから、まあ、除去してくるような魔法トラップは弱いんで、まあ、局所的ハリケーンがいりますと。で、ね、モンスターで、例えば、ハーピーの SC とかは、フリーチェーンで魔法トラップ使われると戻されちゃうんで結構辛いんですけど、それは、クイックオライオンとかでジャンクデストロイヤーとか出せばなんとかなるんですよ。一番の天敵ですね。こいつです。インベルズローチ。これね、マジでやばくて、このモンスター出されると。超強くて、このモンスター。シューティングスターロード相手に。エクシーズスライを1個取り除くと、レベル5以上のモンスター特殊召喚できなくなるっていう効果なんで、実質2回ね。なんで、これ立てられると、もうね、やばいんですよ。出せないんですよ、モンスターが。こっち。だから、これを処すための月の書ですね。ローチ立てられるとマジできついから月の書2枚っていう、まあ、そういう意味です。はい。こいつ立ってると、まあチューニングガムとかも本当意味ないんで、マジで出せねえから、そもそも。というね、ことですね。この辺の魔法カードの採用理由は。あとはまあそのまんまですね。で、新しいね、お友達、フルールド・シュバリエっていうモンスターを入れてみました。先行で、クイックシンクロンとオライオンすると、出すモンスター、ジャンクデストロイヤークラしかいなくて、なんかあんま意味ないんで、フルールド・シュバリエを出しといて、で、ワンチャンターン帰ってきたら、魔法カード1回止めるよっていう効果を、あるんですよ。自分ターンだけね。自分ターンだったら魔法トラップカードを止めれるよっていう効果あるんで、まあこれを出しとくっていう先行用に入れました。はい。というわけで早速ね、新シューティングスターロードやっていきましょう。デュエル、スタバイ。さあ、お相手の方、4連勝中。なるほど。絶対止めてやるよ。何デッキだろうな、これ。闇遊戯、リセドロー、まあ、炎王とかですかね。まあ、ちょっとデッキ薄いですね。当てますね。ムーンライト、ディスティニードロー、ムーンライト。全然違うわ。炎王とごめん。俺のターン、ドロー。ガネーシャは、なんだっけ。こいつ、このジャンクデストロイヤーで一回踏みに行くのがいいかなと思いますね。で、調律あるんで、ジャンクシンクロン確定で持ってこれるから、でこれでこうして、でデストロイヤーで相手のガネーシャ踏みに行くと。これモンスター効果一回止めてくるので、これをジャンクデストロイヤーで踏みに行く。召喚権まだ使っていない。ジャンクデストロイヤーのモンスター効果発動。お前のフィールドのモンスターを一体破壊するぜ。さあどうする。ガネーシャいいだろう。ガネーシャ効果、さあ何を破壊する。ガルドニクスか。ガルドニックス結構でもね、 AO は割と相性いいと思いますよ。シューティングスター結構強いから、破壊効果もこうあるから。調律の効果によって俺はジャンクシンクロンを手札に加えるぜ。最強はチューニングガム落ちた。なんて強いんだなんて強いんだ。ジャンクシンクロンのモンスター効果、これでジャンクコンバーターを墓地から特殊召喚、そしてジャンクコンバーターにレベル3のジャンクシンクロンをチューニング。機械族がいれば、機械族がいるな。超獣剣聖ムサスイをシンクロ召喚。機械族が墓地にいる場合は、ムサシーを出しておくと、ムサシーの効果で、重いな。なんかね、最近ね、なんかデュエルリンクス自体が重いんだよね。なんかこれ、録画ソフトの問題じゃなくて、なんかデュエルリンクス自体が重いのよ。なんか、あれ、ヤフー版なんだけど、俺、ヤフーゲームの
版のリンクス動いてないんだけど、なんかたまにね困んだよこれね。パソコンの関係じゃないんだよ、他のソフトは全部綺麗に動くから。でスキル発動すんじゃん、でシューティングスターロード発動すんじゃん、でこれで、フォーメラシード出すじゃん、でシューティングスター出すじゃん。クリボールあんのかな、これチャレンダーしないっていうことはこのクリボールありますね、これおそらくね。アクセルシンクロー、でも召喚ムービーはもうみんな見ただろうから、もう無限に見ただろうから召喚ムービーは飛ばしていく。1枚2枚3枚4枚クリボールあるんかな、クリボールあります、クリある、クリ、あークリ、クリはない。カイトロイドかなんかあんのかな、カイトロイドあってもこれ4連打だからこれ耐えられないんじゃないかな。さあガネーシャ効果で墓地から炎王獣を特殊召喚するという効果、あてかあれだね、あのチューニングガム1枚落としといてもよかったかもしれないね今、クイックシンクロンで、まあ、そこまでやんなくても、でも対象に取る魔法トラップあんまないからな炎王って。炎王は割と破壊効果いっぱいあるんでね、よし、はい、いいですよ。4連打耐えられます、カイトロード1枚あっても耐えられませんよこれ炎王はね、ガネーシャさえ踏み越えられれば多分、ね、全然なんとかなると思う。やっぱ思ったんですけど、シューティングスタードラゴンってライフ4000で実装していいカードなんですかね、これね。これライフ4000で実装していいカードじゃなかった説結構僕の中であるんですけど、調律2枚いってる、オーケー。ですね、これあれですね、チューニングガムが落ちてほしいですね、調律でチューニングガム落とす、これが重要。まあでもその前に止められるかもしれないから一回踏みに行きたいな。こうクイックシンクロン持ってきてオライオンでジャンクデストロイヤーしに行くっていうのは結構ありますね。これ調律の強いところはやっぱりクイックシンクロンもジャンクシンクロンもこれどっちも持ってこれるっていうところですね。オライオンかチューニングガムがいる場合、クイックシンクロを持ってくるのが結構強い。はいはい、なるほど。俺のターン、ドロー、あー最強だったわ。これあまりにも強いわこれあまりにも強いわ、あまりにも強い。で、超率効果、で超率効果を使いまして、まずクイックシンクロを持ってきますと。で、クイックシンクロンでクイックシンクロンが落ちる、まあこれチューニングガムが落ちると、まあいいや。で調律もう一回発動して、でこれジャンクシンクロン持ってきながらチューニングガムを落とすと、あーオライオンね、オライオンか、それ嫌だなこれね、調律使いすぎるとデッキの中からチューナーいなくなる問題が発生するんで、それだけ注意してください。ほい、でこれでジャンクデストロイヤーじゃないですか。はい、ちなみになんですけど、あのシューティングスターロード対策のカードを教えてあげましょうか皆さん。あのね、ハーピーデッキ初手でねローチ出すといいですよ。ローチ、あのインベルズローチっていうシンクロモンスターとか、レベル5以上のモンスターを特殊召喚、する際にそれを無効にするっていうモンスターなんですけど、無効にして破壊するっていうモンスターなんですけど、ワンポイント解説、インベルズローチ、レベル4モンスター ×2 で作れるエクシーズモンスター、このカードのエクシーズ作用を1つ除いて、レベル5以上のモンスターの特殊召喚を無効にして破壊すると。これシンクロ召喚のモンスター大体全部破壊できますんで、シューティングスターロードレッキーこれ出されると大体シンクロモンスター出せません。めちゃくちゃ強いですこのモンスター、ぜひ1枚ゲットしてください。あれ出すといいです、ローチめっちゃ辛いんで。シューティングスタードラゴンのデッキって月の書入ってないデッキはローチ対策ほとんどできないんで、ほいで回収しながらジャンクコンバーター効果で、ジャンクシンクロン創生、初手ではねハーピーレディスクラッチクラッシュを出すよりも、ローチを出しておくことをお勧めします。さあシューティングスターロードの場合はね、相手がさあスターダスト出していく。だから逆に言うとこのデッキローチ出されると結構詰むんですよ。ってことはランク4が立てれるようなデッキ相手には先行取られるとかなり厳しいっていうね問題が発生するんでね、このデッキねそんなに強くないと思う俺12連勝したって言ってたじゃんこの間デッキ作った時。あれは多分環境的に分かってない人が結構多かったからだと思うんで、初見殺しみたいな感じで、やべ全然攻撃2回あった、2回3回 OK 勝った、最強か。
こういうね、こういうことできれば最強なんですけど、ローチがマジできついんですよね。スターダストミラージュ、皆さんはね、ぜひね、ローチ持ってない方はね、抜いていきましょう。シューティングスタードラゴン、枯れるぞ。さあ、お相手の方、プラススラッシュ、シドさん、出た。よろしくお願いします、ゆりさん、バイ。あー、これ、高校が良かったな。ジャンクシンクロン召喚から入っていいか、ジャンクシンクロンから入っていいか、ジャンクシンクロン召喚、ジャンクシンクロンの効果像、ジャンクシンクロンでジャンクコンバーター蘇生。モンスターを、さあてめえは処刑してやるぜプラシド、今からてめえは処刑してやるからな待ってろ、上半身真っ二つにしてるからな。これさ、かわいそうなのはさ、これさ、気候帝いるじゃないですか、気候帝モンスター、気候帝は、ワイゼルインフィニティ、まあ、気候帝かどうか知らないけど、炎王かもしれないけど、なんか気候帝とかさ、ああいうデッキってさ、まあ、トーメラシンクロのメインフェンス中のシンクロ、トーメラなんだよね、ワイゼルインフィニティみたいな、あの対象に取るようなもんさ、あれが辛そう。さあ、スターダストドラゴンを特殊召喚していくです。キリュは発動しといて、で、フォーミュラー、まあ、シューティングスターにならないでエンド。これで一応ね、あの、まあ、チューニングガム、ガムポイ捨てできないんで、墓地に。ガムポイ捨てしとくと、シンクロモンスターを対象に取る効果無効にできるんで、ガムポイ捨てしといてもなんか、あの、気候帝とか止めれるし、あの、月の書とか、ああいうカードも止めれるんでね。ガムポイ捨てできるかどうか問題、マジで結構重要。このデッキ。だから、上率結構強いと思うんだよね。モンスター効果。ブリキン魚、ほう。調律があるとデッキトップ1枚墓地に送れますんで、ワンチャンチューニングガム落ちるかなっていう、チューニングガムが引けてない時でも調律でなんか強引にガム落とすっていうパターンはできるんで、おーおーすげえな、展開力、展開力すげえな。これは何が出てくるんですか。デッドリーシーン、デッドリーシーン、デッドリーシーンは無理、あ無理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 。これもね、チューリンガム落ちたら強かったんだけど、まあいいや。フォーミュラシンクロンの効果、そう。さあ、フォーミュラシンクロンのモンスター効果。自身と自分のフィード上のモンスターを、相手ターンに、シンクロ素材として、アクセルシンクロすることができる。すごいし、夢の結晶が、新たな進化の扉を開く。光り差す道のへ、アクセルシンクロ、将来せよ、シューティングスタードラゴン、何虫けらのごとき、いやあ飛行艇やめてー、いや、やめろやめろ、お前何してんの